モロッコマラケシュの、マジョレルガーデンにやってきています。マジョレルブルーという言葉があるように非常に、印象的な青がたくさん建物に使われています。また、ベルベル人の土着の民族のですね、文化とか芸術とかファッションが、博物館として展示されています。はい、世界各国、各地、いろいろ見どころは多いんですけども、まあ、最後のこの国では一つ、見たい場所を絞って集中してみようということでこのマジョレルガーデンを選びました。はい、みんなですねインスタ映えを狙いながらたくさん撮影していますね。非常に落ち着く庭園です。マラケシュ自体がですねもう基本声かけられずに生活することは1日も 100% ないっていうぐらいちょっと神経使うそのような街なんですけどこの場所では、結構落ち着いた時間を過ごせます。カラフルな色使いと、南国ならではの植物とそして鳥のさえずりを聞きながら、ゆったりした時間を過ごします。色使いの美しさとですね庭園の素晴らしさでもうみんな撮影会ですね。どこを撮っても絵になるという素晴らしい、美しい庭園です。このマジョレルブルーと自然の緑が非常にマッチしてますし南国の鳥のさえずりとかもですね心地よく、竹林とかあと金魚とかもですね泳いでて非常にゆったりした時間が流れているマジョレル庭園です。